Wikipedia writes about cranial deformation as follows. Artificial cranial deformation, head flattening, or head binding is a form of body alteration in which the skull of a human being is deformed intentionally. It is done by distorting the normal growth of a child's skull by applying force flat shapes elongated ones round ones and conical ones are among those chosen typically it is carried out on an infant as the skull is most pliable at that time in a typical case head binding begins approximately a month after birth and continues for about six months. 広しはやし、はままシティ、ジャパン。人為的に力を加え、頭蓋骨を変形させたのが、変形頭蓋骨です。その変形頭蓋骨と、ちょうど人間の頭蓋骨は区別して考えます。 私、林ひるは、超頭人間の頭蓋骨を縦方向に長い縦長超頭人間と、後方部に長い横長超頭人間の二つに分けて考えています。皆さんに今ご覧いただいているのは、左から変形頭蓋骨、縦長超頭人間、そして横長超頭人間です。ここでのポイントは、 いくら変形させても頭蓋骨の容量、容積そのものは大きくならないということです。一方、超頭人間の頭蓋骨は平均的な人間と比べてもより大きいということがわかります。つまり人間の脳の進化系ということになります。中央の縦長超頭人間の頭蓋骨は 全世界で見つかっています。コーカサス地方、そして南米のペルー周辺で見つかっています。パラカスでは300個以上が見つかっています。一方、横長超島人間の頭蓋骨は、頭蓋骨そのものは見つかっていませんが、しかし、エジプト、アフリカ周辺でこのような頭蓋骨が多く表現されています。 ツタンカーメン家族も横長長頭人間であったと考えられています。このレントゲン写真はツタンカーメン王のものと言われています。後頭部の方に長い横長長頭人間ということになります。つまり変形頭蓋骨と長頭人間ははっきりと区別できるということに なります。ついでですが、こんな興味深い資料が手に入りました。これから検証を重ねていきたいと思いますが、共に超等人間の骨として紹介されています。確かに頭は大きいように見えますが、 この骨は帽子のようなものを被っています。また、この骨も何かしら帽子のようなものを被っているように見えます。頭は平均的な人間よりも大きいと思われます。こうした全身の 骨も見つかっているということです。左が人間の骨格です。比較してみると、やはり人間とは違うという雰囲気がわかります。確たることは言えませんが、人間ではないというふうに思われます。まあ、こうして展示してあるということはですね、展示した人が人間とは違うという 判断を下したので、このように展示したものと思われます。で、この超等人間は少なくとも人間ではありませんでした。骨格の様子も構造も人間とは違うように思いますが、 これから先、検証を重ねていきたいと思います。身長はパラカス超等人間の場合、1メートル80センチ前後あったと言われています。で、この超等人間は人間ではありませんでした。 骨の数が違います。人間の頭蓋骨を真上から見ますと、このように中央に方向線が走っています。二つに上下分かれているということです。右が鼻です。一方、超等人間の頭蓋骨にはその方向線がありません。これが決定的な証拠です。いくら頭蓋骨を変形させても、このような方向線が 消ええるととといいうここはありえないことですえつまり、骨の数そのものが違うということです。つまり、超等人間は少なくとも人間とは違った骨格を持っていた、いる。イコール、ET とは言い切れませんけども、少なくとも人間ではなかったということになります。他の超等人間も同じように、 中央に方向線がありません。皆さん自身で確認してください。これが事実です。DNA 鑑定するまでもなく、これが皆さん事実です。繰り返しになりますが、人間には方向線があります。赤丸でそれを示しました。しかし、超等人間の頭蓋骨にはそれがないということです。この事実を どうかどうか軽く見ないでいただきたいと思います。しっかりと確認してください。右はエクワルドルで見つかった頭蓋骨です。こうしたことが問題になる前に、私がもう5、6年前に見つけた写真です。もう一度確認してください。この頭蓋骨の中央には 方向線がありません。これが事実です。人為的に頭蓋骨に力を加え変形させられた変形頭蓋骨と超等人間の頭蓋骨は区別して考えます。これがこの動画の結論ということに なります。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about two types of elongated skulls of extraterrestrials. One is horizontally elongated and another one is vertically elongated. They are most possibly from Sirius and Mars. We have been visited by those people for over thousands of years. By the way, I have received reports from my friends. One is from Imboron San and another one is from Hiroshi Yamada San. for which I thank them very much. Imboro imboro Yamada Hiroshisankara Nisuno Choto で、まずインボロン、陰謀論、陰謀論さんからのメールを紹介します。これが、その、レポートなんですけども、ロシアでですね、このような、まあ、頭蓋骨が見つかったというわけです。コンヘッド、あるいは、イロンゲイティスカルとも言いますけども、いわゆる、超頭人間ですね。で、陰謀論さんがおっしゃるには、この頭蓋骨はですね、横長型の、ああいわゆる、超頭人間ではないかと。そういうことなんですね。で、確かに、後ろの方に長い、 頭蓋骨です、す。これをどう見るかということなんですね。で、もう一通はですね、山田博さんからのものでして、まあこのような写真を手に入れたと。2014年の5月にメキシコ国立人類学博物館でこのまあ像を見たことがあるということなんですね。で、これは超頭人間なのかってことですよね。で、まあ検証しています。で、私はですね、いわゆる長頭人間をですね、 二つのタイプに分けて考えています。まず、後ろの方に長い、横型、長、ま、頭、あ、超等人間ですね。そして、上の方に長い、縦型、超頭人間です。で、左の方はですね、まあ、ドゴン族の、まあ、壁があってますかね、レリーフを調べているときに気がつきました。で、右の方は、まあ、南米のですね、ペルーのパラカス周辺で見つかっている、まあ、超党人間です。まあ、横長と縦長の違いだということですね。 これどうして分けるかと言いますと、まあ、知的能力に大きな差があるように思われます。まあ、横が、左がですね、横長型の、えー、超人間で。右がですね、縦長型の超人間ですけども、まあ、こうして簡単に分類してみますと、まあ、縦型と横型が、横長型があるわけですけども、私の印象では横長型の超人間というのは頭蓋骨をこの地球には残さなかったのではないかと思っています。 まあそういうタイプの、まあ、はるかに、まあ、高度な知識能力を持った、まあ、エリアンということになるわけですね。ですから、まあ、まあ、今回、このように、あえて分けているのでして、まあ、どちらかというと、まあ、同じ、その、縦長なんだけども、横長型に見える超等人間と、それから、まあ、 縦長型でさ,さらに縦型に見える、まあ、人間というふうに考えていただいた方が私は無難じゃないのかなと思いますね。いわゆる左の、まあ、超頭人間はですね、いわゆる、まあ、ドゴン族のレリーフですけども、まあ、このように、まあ、あののいわゆる、まあ、遺,骨が遺骨を残すということはありえないんじゃないかと思いますね。ですから、まあ、地球上で見られる超頭人間の骨というのはですね、あのまあ、基本的には縦長型の超頭人間の骨というふうに考えています。 まあ、ただ、このようにですね、骨、今回まあ、こうして陰謀論、陰謀論さんからこのような骨を届けていただきましたけども、確かに後ろの方に長いのもあるってことですよね。ですからもそれは否定的ないんですけども、あの、はい、ということなんですけども、まあ一応、ここでは二つ、まあ骨、骨をですね、あえて分類するならばということで、あの、これはあの、三関面の、まあ、ネフレティリカ、 あれはメリタ10ですけどもね。あの、これはメリタ10だと思いますけども、あの、妹のね、キングツツの妹です。で、これはど,どちらかというと、横長型の超頭人間のような感じがします。というだけでしてね。まあ、あの、骨では、まあ、骨は、ま、一応、地球上で見つかっている骨は、基本的には皆縦長型の、ま、いわゆるその超刀人間だと考えています。 先ほども言いましたように、横長型の超頭人間というのは、この地球では遺骨を、といか骨をですね、残すようなことはしなかったと思います。というふうに考えています。はるかにあの、まあ、優れたね、高度な知的能力を持っているいわゆるエイリアンですから、そのように考えています。まあ、ですから、まあ、あの、それちょっと骨では分離しにくいと思います。あの、いわゆるまあ、ツタンカーメンのね、あの、家族のような、ああした、まあ、はっきりと分かった横長型の超頭人間の骨は、 Ma, uh, Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about two types of extraterrestrials with elongated skulls. One is horizontally elongated, and another one is vertically elongated. They are from Sirius and Mars. Of course, they are extraterrestrial intelligent beings. Today's story starts with Nefertiti, the queen of Egypt, or a stepmother of King Tut. 超頭人間 2種類あります つまり私は、超頭人間を二つのタイプに分けて考えています。横長超頭人間と縦長超頭人間です。横長超頭人間の代表格は、スタン・カーメン王の家族です。同じアフリカのドゴン族に伝わる伝説によれば、彼らはシリウスから来たと言われています。もう一つは、縦長超頭人間です。その頭蓋骨は世界中で見つかっています。 火星からの残留、地球同化組であると私は考えています。南アメリカのパラカス、ナスカ周辺にはその頭蓋骨がたくさん残っています。長頭、つまり長い頭ということは知的生命体の進化系ということになります。母体の三同の大きさにも限界があります。脳細胞を増加させるためには頭蓋骨を長くするしかありません。結果として 超等人間になったということです。このことを別の視点から見ると、超等人間は人工的に作られたヒューマノイドではなく、私たち人間と同じように、一般的な生殖活動を経て母体から生まれた生命体であるということです。つまり、より人間に近いということになります。この動画に続いて、横長超等人間、つまり、アフリカのドゴン族に伝わるシリウス星人と、 パラカスで数多く見つかっているパラカスの超頭人間の動画をつなげておきます。どうかご覧になって皆さんご自身の目で比較なさってみてください。なお、ついでながらシリウス星人はそのままエジプトの神々の神話になっています。イシス、オシリスという神々の名前もシリウスに関連していると考えられています。そんなことにも注意しながら続く動画を 動画をどうかご覧ください。で、今ご覧いただいているのが、ドゴン族、左がですね、ドゴン族に伝わるシリウス星人ですね。そして右がパラカス人ということになります。で、下がシリウスですね。その伝説については、この続くビデオの中で紹介しておきます。そして右が火星人、火星ですね。まあ、火星のいわゆる地球、 えー、同感型の、まあ、残留組であると。それは、まあ、私のライン理論などによって証明しました、えー。続くビデオをどうかお楽しみください。それでは皆さん、bye for now.Mr. Home Paul Hellier, the former Prime Minister of Defense and Force of Canada, claims as follows. We have investigated for three years, and we decided that absolutely, certainly, four kinds of species of aliens at least are visiting this planet for thousands of years in the past. Here in this video, I re-examine these facts I have collected. Who are they, and where did they come from? Here is. My answer. カナダの前国防大臣のホン・ポール・ヘデア氏は次のように述べています。私たちは3年の調査の結果、少なくとも4種類のエイリアンがこの何千年もの間、地球を確実に訪れていると判断しました。と。今日はこの動画の中でそうした事実を 私が集めた資料をもとに再検証してみます。彼らは誰なのかどこから来たのかこれが私の答えです。広瀬林、浜松デジャパン。